後半試着してきます。はい、そう、この話もしな、試着の前にね、このピーナッツこの間買わせてもらったんですけど、 ありがとうございます。こっち見せてもらって、はい、でも結構売れちゃったんですよね。そうなんです、ちょっとあのもうなくなっちゃった、チャーリーブラウンね、はい、こっちがライナスと、はい、チャーリーブラウンと、もう一人こう敵役でレッドバロンっていうのがいて、乗ろうぞくたばれレッドバロンみたいなありましたね。カースとか、なんか呪いとか書いてあるんですけど、ちょっと調べたらレッドバロン男爵っていうのがドイツ軍にいて、はい、撃墜王みたいな感じでいたらしいんですよね。第一次大戦かな。そうですね、赤い機体かなんかで、赤機体でしたか ね、はい、でそれのモチーフが多分諸説ありますけど、富野監督がそのエッセンスを拾ってシャアになったんじゃないかシャアアズナブルになったんじゃないか説っていう話をしたかったんですけど、もう売れちゃったんです気になる方は調べてください、自分で。お願いいたします。ピーナッツの歴史を、スヌーピーの歴史ですね。スヌーピーで惚れますからね、はい、わあ、どうしようどうしよう。スコティッシュニットジャケット、これね、40〜50年代。あリティングがすごいですよね。いい、すごいっすよ、袖とか。これの下にいわゆるキルトスカートですね。なるほど、はい、このベントのベンツがもうかわいい。これ今だとどうやって合わせたらいいんですかね、これ。ちょっと着丈が短いので ね、ハイウエストのパンツ、これぐらいのハイウエストをこうやって、はい、インして、そうですね、インして着てもいいかな。肩ぴったりだったな。これがすごいやつです、このメタルボタン、バッキバキの、このボタンも全く擦れてない素晴らしい状態のモーターサイクル。これは何年代ぐらいですか。まあ30年代後半から、はい。うわーいいな、うわー、これは、これ僕今までいろいろ聞いたけど、一番サイズングがいいかもしれない、はい、一応サイズは1って表記なんですけど、はい、これだって個体差って分かんないですよね、はい、着てみないと分かんないですよね。わあ、これはいいですね、かっこいいな。状態はもう間違いないですね。うわあ、シルエットは抜群にいいですね。通販もやられてますもんね。はい、こういうのヴィンテージものを通販やってるんですか。あの、そうですね、可能な限りは、はい、うん、ただあのお問い合わせいただければそこは、はい、対応可能です。これブルックスの、ブルックスの70年代70年代ですね。お、ライナーめちゃくちゃ綺麗ですねこれこんなに綺麗だと思わなかった。上これレイオンまだつね、で下がウールですね、はい、このツートンのグラデがいいですね、袖の部分と。あ、ちょっと大きいけど、ちょっと大きいけど、やっぱり物がいい気はする。雰囲気はいいですよね、うん、いや、いいよ、ヘリンボーンいいですね、これもね、いいですよ ね、結構チェコの軍物は、まあ、生地がいいもの多いですね。あ、そうですか、はい、チェコ軍のオタバン、はい、オタバンというメーカーが、まあ、ここが結構その、うん、まあ、軍物を作ってたりスポーツ用を作ってたりしてる会社ですね。ちょっと袖が長めなんでロールアップして、はい、折り上げてね、折り上げて、わ、これいいシルエットですねあらら、色いいっすよ。いいですよ ね、こう薄くていいな。ポケットとメカニックコートみたいな感じですかね、まあ、多分多用途で、はい、ね、何でも使えるような感じですね。スキーパーカー、トライしてみますか、はい、雰囲気系の、雰囲気系の、はい、スキーパーカー、リバーシブルだそうです。これもタグが生き残ってました。1942年9月14日に作られたスキーパーカー。そうです、古いわ相当古いですね。かわいいですね。いやー、いいですねお似合いですね。こういうことか。たらいいな、これは。いや、シルエット可愛いっすね。可愛いっすね。
ボタッとした感じ、はい、これアナトミカはサンプリングしてるし多分いろんなブランドさんで、はい、参考にされてるものを求めた、ね、いや元はいいな元いいっすよ。いや層を知るって大事ですねフォーモストのジージャン、あージージャン着てみようかな。これはね多分サイズすごいいいんじゃないかなっていう、はい、これまだ何着かございますので。あそうなんですね、はい、あ耳ついてる、トラッカージャケットですけど耳ついてます。かわいいっすね、黄色いステッチ入ってます。それ映るかどうかあれですけど、いいな、黄色ステッチですよ全体的に黄色いステッチ入って、うわいいですねこれはなかなかこの辺もね手に入らなくなっていくと思うので、はい、まあ、減りますからねどんどんね。あいいな、50年代までいかない。そうですね60年代ぐらいかと、はい、もう好きですねまだデリバイスでいくと、まあ、ビッグイーとか、はい、そうですよね、それぐらいのものですね年代的には。あいい、かわいいかわいい、こんな感じです。いい縦落ちしてますね。70505も着とこうか。あぜひぜひ、はい、ね、あの縦落ちの、はい、あこれは大きくていい、いいサイズですね。いい、僕持ってるやつもう一応もうワンサイズちっちゃいんですよね。襟のダメージも少ないので、はい、かなり状態はいいんじゃないか。これは楽しめますね、はい、あいいな。40が縮んで38ぐらいになるかなって感じですね。でこれぐらい濃いといいですね、ちょっと大人な雰囲気が、ね、まだまだ楽しめ、まだまだ楽しみます。これから冬に向けていいんじゃないでしょうかありがとうございます。はい、どれ着たらいいかな。あこれね、これんミディアムレギュラーか。ミディアムレギュラ ー, ュラー、はい、ちょっとこう長めもいいな。ポケットだいぶ下なんですね。でもまあショートに比べるとここの間隔が、うん、長いですよね、はい、着てるのショートなんで、もうちょっとポケットこの辺だったような気がするんですよね。ちょっとコート風にも着れる、はい、ミディアムレギュラーですこれが。サイズがファティーグも人気ですよね今ね。そうですね、まあ便利だしな。あこれだ、これ忘れてた、ブラックベア、ブラックベアね。うわこれいいじゃないですか、抜群ですねこれボタンが1個ポツってついてるんだけど、これ閉められるんですか。ちょっとこれ不明ですね、確かにね、ボタンだけが乗っている、はいはい、これストラップあんのかなと思ったら、わかっこいいな、このギャバジンいいですね。これはかなり今なかなかね作ることができないんじゃないかなと思います、ね、この折りはなかなか出せない味ですね。見えますかね、これもタロンじゃん、こんな見ないよ。あかわいいなこのディテール、背中ちょっとプリーズ入ってて、はい、この黒いクマがお好きな人はぜひこれかわいいっす。ありがとうございます。ちょっと白白で着てみようかな。あぜひぜひぜひ。お白 い, いですね。あ意外にいいっすね、やっぱ雪山でこう隠れれるように、うん、はい、かなりオーバーサイズと。もろもろ装備品とかつけてそのままガバッと羽織るって感じですよね。そうですね。なんでポケットもあの貫通式のアクセスできるだけのものだと思います、うん、あのダイハードでありましたよねダイハード2巻ありましたか。ありました、スノーパーカー軍団が。あ本当ですか。スノーボービル乗ってこうバーッてみんな真っ白、たまたま白白ですけど、ね、今日はね白パンいいなあ。これだ、いや絶対これですよ、マリメッコ。あそれ着といてます、ね、これはいい、これはいいっすね。メタルボタンですよこれ、何これ。マリメッコ60年代ストライプシャツ、はい、これあ向こうで買ったんですか。フィンランド。これ向こうですね、はい。北欧も行かれたんだ。北欧も行きました。いいっすね。いいですね、このなんか袖がちょっとバルーンっぽくなってて、うんうんうん、ボタンもついてないし。そうですね、面白い、面白いです ね、ハイネックスタンドカラーになってんだ
でモノトーンなのがいいですね。そうです ね合わせやすい、こんな感じです。これは面白いな。あ、このビッグマック、デニーズビッグマック、ストアブランドの代表格、シアーズ、ローバックとかね、はい、いろいろありますけど、はい、ペニーズだとビッグマック。さっきのフォアモーストはどっちだっけ。フォアモーストも、あれ JC ペニー、 JC ペニーね、シアーズと JC ペニー、まあダイエーとイトーヨーカドーみたいな。そうですね、言ってみたら、はい、おお、なるほど、渋いっすね、渋いっすね。ここまだまだ落ちる、こっから当たりもまだついてない感じですからね、あんまり。そうですね、こっから多分当たっていくんじゃないですか、うん、ストア系のちょっと古いカタログがあるんで、これなんかかなり古いです。あ、ローバック、はい、1930年、30年代、シアーズローバックのカタログですね、はい、なんか昔あったんですよね、こういうカタログ。分厚いの、はい、30年代からアメリカはもうすごいことですよ、ね、こういうカタログ見てみんなオーダーするんですよね。だからネット社会になるギリギリまであったはずです、こういうのカタログ。90年代の終わりぐらいまでね、ギリギリあったんですよね、これね。カタログいいっすね、インテリアとしていいっすね。このピンバッジも可愛いんですよね。ピンバッジこだわりがあって、これは実は旧ソビエトのピンをちょっと集めておりました。 旧ソ連ですか。そうです、もうこれ絶対違いますよね。怒られるやつかな、これ。怒られるやつですね。これ幻のモスクワオリンピックじゃないですか。お詳しいですね。その通りですね。国マンのミッション。多分日本選手団ボイコットしたやつじゃないですか。そうです。これがね、うわって思ったやつですね。なんだっけ。U.S. アーミーエアフォースですかね。U.S. アーミーエアフォース分かれる前の陸軍に属している U.S. アーミーエアフォース。はい。ちょっと来てきます。はい。めちゃくちゃいいっすね。サイズがバッチリ。バッチリですね。うわ、抜群ですね、これ。いいですね。お似合いですね。このオリーブの靴とハマったな。ちょっとこれ特攻服っぽく見えないですか。大丈夫ですか。若干。若干 R134 大丈夫ですかね。こういう感じ。もう中年のおじさんですから、ね。まあいいですけど。これだったらね、ちょっとヴィンテージのバンダナとかね、可愛いですよね。こうやってくる巻いてね、うん、薄着でよく巻いてますけども、この柄もいいな。その柄可愛いですね。この柄は適当に撮ったんですけど、いいっすね。よいいの撮ったな。これリーなんだもんな。リーっていうのが、リーっていうのがいいっすね。たまんないっすよね。たまんないっすね。これ珍しいっすよね。珍しいと思います。ありますか。はい、他の店で一度だけ見たことが、はい、ありますかね。でももうリー取っとかないと。リーじゃないのが一般的ですか、ね、はい、でもたまらんすよ、この足長リーが。だからなんだって話ですけど。そういうとこはね、楽しいんですよね。そうですね。ここ何入れるんですかね。何なんすかね。いや、かっこいいわ。こういうのにうちのあのダウンベストとかダウンジャケットとか着ても結構着てみたいです、はいはい、合わせたい。かっこいいと思います。こうリアリティのあるコーデを、はい、グリーンも着てみていいですか。あ、もちろん。グリーンっぽいやつ、はい、サイズがあれですかね。ああの、ちっちゃい着れると思います、はい、これが 40? これは38です。38、はい、あ、着れますね。着れますね。この色の方が抜け感があっていいの、うん、少しマイルドになるかと。このヴィンテージのバンダナの色味もいいですよ。ああ、ね、ステンドグラスの話聞いてもいいですか。ああ、もちろんですよ、はい、僕が鎌倉でまあお店やるということで、はい、前のボスにちょっとデザインしてもらったんですけど、ええ、の古いポスターから、ええ、まあ、あの大仏イメージのものをちょっとデザイン出してもらいまして、で、あの、まあ、日が入るときれい光るという、うん、あのものを作ってもらいました。雨降ってきちゃった。いや、すごいですね。すごいですよ。一応なんかお店のテーマ色がオレンジなので、うん、まあこれもちょっとオレンジにしていただいたって感じですか。R 鎌倉のご本尊みたいな、ま、守り本尊みたいな感じですかね。はい、さっき半端じゃなかった40にして、あ、この、ね、色もいいですね。ネイビー何にでも合いそうな。
これは実は今年うちの別注カラー。あ、そうなんですか。はい、うちの店限定でやっておりますので。別注ということは、ここにしかないですか。鎌倉の店にしか、はい、ないです。ある鎌倉限定色、限定色、はい、ネイビーいいっすよこれ。お、日が差してきた。よかったです。日が差してきた。ちょっと、おー、いい感じ、いい感じ。あ、5個差してますねこれいい絵が撮れてますよ。よかったです。鈴木さんのちょっとファッションチェックをね、忘れてたんで。ありがとうございます、はい、足元から、はい、ゴールデンの、まあ、あのコード版のペニーロバースで、これはもう僕多分10年前ぐらいにニューヨークで買ったものなんですけど、まだ現役で。いいですね。バリバリ、黒ですかこれ。黒です、黒です。はい、パンツが。これはあのヤンクシャーというブランドで、はい、まあうちで展開している、あのさっきのピックヤンクっていうのの、まあ、兄弟ブランドのパンツ。もともと軍に納品してたパンツなんですけど、あとピックヤンクというジャンベルシャツ。さっき見させてもらったやつ。はいはい。あとアメリカンジャケットと、あとこれ結構僕好きなんですけど、この向こうの、まあ、ネイティブアメリカンのネクタイですね、うん、へえ。すごい柄が可愛くて、いろいろ集めてます。はい、へえ。でございました。はい、オールでもあるんですねこれね。オールでも正規でやらせていただいて、正規でやってるんですね、はい、メンテナンスとかも窓口になってたり、はい、正規のルート使いますので、はいはい、まあ、時期によっていろいろ入荷してきます、ね。これはなんていうタイプですか。これはミシガンブーツというタイプです。ミシガンブーツ、はい、雨の日も対応できる。あ、そうなんですね。シリーズになってますね。革がもうかなりオイルたっぷりの、うお、使ってるシリーズですね。あ、本当だ。あ、もちもちですね、はい、というわけでですね、はい、今日は鎌倉市扇ヶ谷津の R 鎌倉さんより壺をお届けしましたけども、アナトミカのものがあったりとか、ヴィンテージもいっぱいあるし面白いですよここ。まあ散策がてらいいと思いますよ。あの僕サスケ稲荷行ったしね、さっきゼニアライベンタイに行ったりとかね、結構見どころいっぱいあるんで、この辺は秋の入り口の R 鎌倉より壺をお届けしました。ありがとうございました。ありがとうございました。長々と。ありがとうございました。いや、楽しかったです、本当に。これミックス。ミックス。うわ、すごいな。やばいな。すごいっすね。すぐ食えないですね。ちょっと焼けどすると。ちゃんと今、あの、銀座じゃないですけどね。鎌倉の古川、元銀座に。名店に連れてきてもらって、結構芸能人の方も来られたと聞いてます。いただきます。